イグニスはスズキが製造、販売するクロスオーバー SUV 型のコンパクトカーで、ある。軽クロスオーバー SUV のハスラーと、小型クロスオーバー SUV のエスクードの間を埋める、新ジャンルのモデルとして企画された。車格やデザイン的に、初代、スイフトの後継モデル的な位置づけとなっている。2015年に、ジュネーブ国際モーターショーで小型 4WD の、 コンセプトカーであるアイイムマナス4が世界初公開された後 A セグメントコンパクトカーと SUV を融合させたコンパクトクロスオーバーとして第44回東京モーターショーにイグニスが参考出品者として出展され翌2016年に日本で公式発表したラテン語で炎を意味するイグニスの名称はかつて スイフトの初代モデルの欧州使用者に用いられていた。その後、スイフトが2代目にモデルチェンジした際、日本国外でもスイフトに名称を統一したために一旦消滅となったイグニスの名称を今回再び起用するものである。2017年からは欧州各国、インド、台湾など海外でも販売を開始。なお、欧州市場では2代目モデルとなり、 インド市場では上級者チャンネルネクサで取り扱われる。デザインコンセプトはシンプルアイコニック、シンプルスタンダード。わかりやすく特徴的なデザインを目指し、人が触れるところの随所に上質感と印象に残るものを散りばめたという。鈴木はイグニスのデザインを構築するにあたり、鈴木らしさを表現するために過去の鈴木社のエクステリアデザインをモチーフとして、 取り入れていることを公言している。プラットフォームやパワートレーンは2015年にフルモデルチェンジしたソリオ、ソリオバンディットと同じものを用いており、軽量かつ高剛性を特徴とする A セグメント小型車向け新プラットフォームに、デュアルインジェクションシステムを採用し、低回転域でのトルクを向上させた K12C 型、デュアルジェットエンジンを搭載。全車種に、 イスグと専用リチウムイオンバッテリーを組み合わせたマイルドハイブリッドシステムを標準装備しており減速時のエネルギー改正やアイドリングストップ後のエンジン再始動をイスグが行うことで燃料消費を抑制すると同時に最長30秒間のモーターアシストを行うことでエンジン負荷を軽減しさらなる燃費向上を実現した 4WD 社には ビスカスカップリング式の 4WD システムを採用するほか、エンジンブレーキでは減速できないほどの急な下り坂などでブレーキペダルを踏まなくても自動的に車速を約時速 7km にコントロールする。ヒルディセントコントロールと、雪動やぬかるみなどの滑りやすい路面での発進時にエンジントルクやブレーキが効果的に作動するように制御させることでスムーズな発進をサポートする。 グリップコントロールが標準装備される。安全面では、ステレオカメラ方式の衝突被害軽減システムである、デュアルカメラブレーキサポートを、はじめ、誤発信抑制機能、車線逸脱警報機能、ふらつき警報機能、先行車発信お知らせ機能、エマージェンシーストップシグナルを採用し、2つのエアバッグとセットにしたセーフティパッケージとして全車にメーカーオプション。 設定されていたが、2019年7月の仕様変更と2020年2月の一部仕様変更で順次標準装備化された。スピードメーターは 1200cc クラスのコンパクトカーとしては珍しく時速 200km であり、走りを意識したものとなっている。ありがとうございます。